はい、皆さんこんばんはです。今回もね、無双ロス2の実況プレイやっていきますよ。パートが63ですね。で、今回プレイしていくストーリーなんですけども、長篠の撃退戦、こちらですね。いよいよ、妖術とね、こう戦う前の最後のシナリオとなってしまいました。すいません。それで、長篠の地で馬長を攻める王位、平の清盛の妖術から王位を解き放てってことで、今回この王位さんを助けるための戦いになるんですけども、どのような流れになるのかっていうのは非常に、興味深いというかね、面白くなりますので、やっていきましょう。で、今回プレイするお三方なんですが、芝居、濃姫さん、大市というような感じになってまして、第4匹今回打ってたのが大市さんだけだったので、芝居と濃姫を20とかまでね、レベル上げさせてもらいました。まあそのような感じでね、進めていく今回のパートなんですが、まあ多分なんとかなるんじゃないかなと。20まで上げれば大体対応していけると思うので、まあそのような感じでね、やっていきます。では優しいでね。芝居は妖者討伐軍に参加してからずっとある人物を探し続けていた。王位という女性である。うん、この左の方が王位さんなんですけどもね。王位はかつての世界で義の参謀を務めた才女であった。この世界に飛ばされてからその所在は不明となっていた。世界の危機を前にして芝居はその能力を求めたのである。うん、やがて妖者が出現してしばらくの後、芝居のもとに王位の所在がもたらされ、平の清盛の妖術に操られ、長篠の地で馬長を攻めているといううかつなやつめ。芝居は毒づきながらも王位の心を救うため長篠へ向かった。どこへ消えたのかと思えば清盛の妖術に操られていたか。またこの長篠に来ましたね。くのいちがね、雪村さんとこう戦えなくてバタがこうスケッチに入ったっていうあの戦いですね。で同じ戦場でね、やっていくわけなんですけども、うかつなやつめ、うん、術で操られている。どうしてそう思うの。え、王は馬長への復讐に囚われた女、話には聞いているの。うん、復讐のために清盛についた、そう考えるのが自然でしょ。あえて妖魔に魂を売ったってのか。ふん、奴は支援に身を落とすようなボングではないはずだ。うん、言い切れない部分がちょっとね、どんな感じなのかって感じなんですけども。彼女の心を縛るものが何である。これ以上孤独な戦いをさせられません。そうだ、俺たちが助けるんだ。きっと悲しみで心が壊れてしまうから。お市さんはええ子やなってことでね、今回もやっていきましょう。ミッション、これバーチョーがいるのでね、バーチョーのミッション行けて、でお市さんだけだよね、4武器あんの。はい、なんでんーで、なんでこんな濃姫さんが攻撃力高いのかちょっとよくわかんないですけど、どうしようこれ。じゃあ濃姫さんですよね、普通に考えたら。まあ使って、はい、じゃあこちらでやっていきます。悲しい業など断ち切ってみせる。ダブっちったよ、またお前かよ。せめて別の画像で出てこいよ。一人ね、5、6枚用意されてるんですよね、壁紙。その中からランダムでこう毎回やってきてるわけなんですけどね。もうやっぱりここまで来るとね、ちょいちょいダブっちゃうよね。無意に散らすには惜しい。妖術より解放し、取り戻す。そうだね、なんとかしてあげないと。曲もちょっと切ないですね、大井さんのテーマみたいな感じですかね。ピアノ、無双の音楽で使われることそんなないと思うんですけども。で、そうですね、まだ指示とか何も来てないので、あの緑の地点に向かって敵を倒すっていうような感じですかね。うん、お市さん4武器なんで何も問題なくね、進めていくことができますね。ちょっと芝居で飛ばして、芝居しか今回あの馬出しを使えないので、ここだね。で、誰がいる。あ、大井さんいたけどなんかどっか行っちゃった。え、なんか熱いよね、芝居の。普段であればバカメガで笑ってしまうんですけども、この必死なね、あのなんていうのかな、感情がこう現れてるのがね。
ちょっとわかんないけど今確かめに行くしかないよね。どけ。でここに大井さんがいると。あれ？あ、いたいたいた。いたけど威力ねえな、おいつの水。ちょっとこれ、濃姫さんで出しますね。で、硬いのよね、この大井がまた。あ、濃姫さんであればだいぶ減るかな。あ、つってもたくさんして打てるから。よし。まぁ、あ、ちょっとずつやっていくしかないね。あ、もう完全バーチャル狙いだもんね。ああ、巻き込まれた。うわ、落ち着け、おい。食らいやがれ。これ1回入れば連続でダメージ与えれるんですよね。あー惜しい、決めよう。よし決まった。ルフィだけ回収して、あ、包囲網を突破して逃走。まあいい、任せよ。清盛は必ずここに来る。奴が来る前に戦線を立て直せ。分かった。妖魔軍前線を突破せるってことなんで、奴らを倒しましょう。うわ、また増援来たか。骨ごと噛み砕いてくれよ。一発かませる。威力がなせん。うわ、これ使いましょう。わお、セクシー。でね、やっていくんですけれども、敵がちょっと多いですよね。なんで、できるだけこうザクを巻き込みつつやっていきたいところですが、どうよ。だいぶ巻き込めたんじゃないかな。マイル。よし、やりましたね。であれば、どんどんやっていくんですが、上に上がらないとやるんですね。ここはじゃあもう離れましょう。どういこうかな。そうですね、ここから上に無双使って、この流れでいこうか。芝居しかね、これダッシュ使えないので、芝居にはこう、力はね、だいぶ借りる感じになるんですけども。で、ここかな？あ、ここだね。このイブノブタたちをね倒すということで使おう。おや、あ、減る減る。濃姫さんやっぱり攻撃力あるね。濃姫さんが一番攻撃力あるっていうのがちょっと未だに信じられないんだけど、なんで。うわー、まあ、でもそうなんだから仕方ないよね。理由なんてないって感じかな。あっ、どこに発射してんの。はい、ビン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 ってことで、まあ、レベル低いのは大市さんなんで、大市さんだけ取りましょう。うん、私が打ち取った。で、前線突破したんじゃない、これで。どうかな、多分やったと思われるんですが、あ、来た来た来た。うわ、すんげえ増えた。いや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 、我が輩が始末をつけねばなるまい。さあ、ということで、いや、あら、まずは戦力を勝たす。まず千里を倒してと。もう一匹いるね、あれ誰だ。これちょっと大市さんで回収してと。あ、テスだ。うん、もうね、ここで終わらせよう、やつとの戦いね。で、この無双をね、拾いましょう。すんげえいるな。ちょっと待って、これ濃姫さんで出します。よっしゃ、行くぜ。でちょっとザコをね、集めつつ、このヨーマンも倒しちゃう。で、ギリギリのところで大石さんに変えて、よし、これで大石さんに経験値がね、入ると思うので、マイル。あれ、テスト入ってねえ。いや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 、もう一人も入ってないのか、4もついてさ。なんでお前らが入ってねえんだよ。雑魚だけ犠牲にしやがって。じゃあ、普通に倒してやる。あ、弓当たりうるせえな。はいはいはい。いや、しぶとい。あ。悲しみ、よし、すまん芝居、助かった。山を貫く。で、バチョウがもう行ってるみたいだよ。ああ、引っかかった。よし、で、こっちから行くわけなんですが、清盛はね、早急に倒しましょう。んー、ちょっと距離あるので加速装置。はい、ということでやってまいりました。すんげえ数だな。まず使おう。
なんだと。貴様を倒し術を解けばよ。の所業決して許しません。そう、ここで断ち切るんだ。許さねばどうする。この細腕で我が愛を撃てるつもりか。とりあえず倒したけど、これからどうなる。打ち取りました。よし、まだ敵はいますよ、ね、で戦いも終わる気配がないです。そうね、術は解けるでしょう。であれば、あ、おい、現れましたね。参ります。戻ってきたか。じゃあ行こうか。かけさせる。まあ今回も順調にね、終えることができそうですね。じゃあ大いにやってクリアですね、これね。お前こそ真の三国武将だ。よっと。ほどきください。え、何、まだん。やっぱりね、世界の全てが変わろうと、心を砕かれ縛られようと、私の望みはただ一つ、お前の首を清涼の死神。すでに妖術は解けているな。その上でなお俺と戦うというのか。ちょっと落ち着けよバカ。やるってのかこの状態で、であれば仕方ない。多分この状態だとまだ倒せないので、ちょっとダメージを与えないと思いますね。いや、そんな上まで飛んだら攻撃届かないんだけど。ああ、なんでそうまでして妖術の解かれ、あの時これのために外れてしまったのでしょう。復讐などせんなきこと、どうか刃を収めてください。復讐は私のすべて、意味がないなんて誰にも言わせない。素敵ね、もっと見せて、あなたの中の地獄を好きなだけ見ればいい。行くわよ。地獄はいくらでも溢れてくる。ダメだ、復讐は復讐を呼ぶだけだ。反復捕まったり。よし、じゃあ終わらせよう。やっぱ危ね、終着至極に存ずる。なんとかムービーですね。うつろな目で何を見ている。私の目に映るのはただ一人、憎き叩きの姿だけ。素敵ね、宿願を果たした時あなたはどうなるのかしら。憎しみの意味ですね、悲しみだけ。だからあなたの目はそんなには悲しい。探したぞ。私たちと一緒に行きませんか。悲しみが少しは薄れると思うから。脆い相手だった。うん、一緒に行こう。戻れ王位、その際無駄に費やすな。どれほど世界が変わろうと、私の望みはただ一つ、一族の仇、馬長の首のみですが、この後に及んでもなお支援にとらわれる愚者でいたいとは思いません、うん、ばあちゃんもそうしてきたからね。曹操という存在を目の前にしても、自分の思いを抑えてみんなのために行動したからね。世界が落ち着きを取り戻すまでの間だけ、
仇と靴輪を並べる屈辱に耐えましょう。はい、ということでいろいろありましたけれども、大井さん分かってくれたみたいです。とりあえずは、幼者をね倒すまでは問題なく、やっていけるのかなと思います。大勝利です。前を向いて戦えてよかった、うん、で武器を回収しまして、と全部3でしたね。さすがだな。ミッションもクリア、帰ろう。さあということで、帰ってまいりました。また銀千代ちゃんですね、今回もね。前回とはまた違うやつで、まあダブってないんであればね、何でもいいですよね。うん、同じく無双2の頃のやつなので、またちょっと違う鎧ですね。あのマントみたいなひらひらがついてないんですよね。で伊達ちゃんですね。貴様何をする？いきなり人の足を踏むな！お前は立って寝られると聞いてな。起こしてやったもん。そういう話があるのか。目を開けておるのが見えるか、バカめ！あの首で遊ばれたりね、足踏んづけたりなんか忙しいね。いや楽しいね。で大井さんですね。芝居殿、何かご用ですか？そうかしこまるな。この世界では私はお前の上官ではない。それは無理かもしれません。私は過去に縛られる女ですから。そして諸葛亮ですね、ライバルですこの二人。諸葛亮、私の足を引っ張るなよ。お前は黙って私の策に従えばいい。味方を危険にさらす策には従えませんね。常に対案は用意しておきますよ、芝居。ふん、言っていろ。才の優劣はおのずと明らかになる。うん、同じ軍師でもやっぱりやり方違うんですよね、この二人はね。だから相入れないわけですけどもね。はい、ということで皆さんやってまいりましたけれども、次回ご期待ください。幼者討滅戦、かつて敗れた幼者にもう一度挑む、持てる力を尽くし幼者を撃退せよ、はい、となっておりますので、まあそうですね、幼者を打ち果たしに行きましょう。もうここまで来たので、あとは奴らを倒して、この世界を、戻す、平和にする、そんなような、ね、感じになります。そうですね、今回も順調に進めていくことができました。大井さんね、無事に仲間に加えることもできて、まあよろしいのかなと思います。でそうですね、次回こちらやっていくということで、まあ非常に大事な一戦となりますので、あ、ぜひ、お見逃しのないようにということでお伝えしておきます。ではこの辺でね、このパートは切らせていただきます。では次のパート、こちらね、どのような結末を迎えるのか、皆さんと一緒にね、見ていけたらいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。バイバイ。